こんにちは、あっこばあちゃんと池江の知恵袋です。今日は長崎へご案内します。まず最初はメガネ橋、諏訪神社、出島、孔子廟、日本三大がっかりの長崎のオランダ坂、そしてお昼は絶景レストラン四街道です。まずはメガネ橋をご覧ください。それではどうぞ。メガネ橋、川面に映る影が草原を描きメガネに見えることからこの名前がついたと言われ、東京の日本橋、山口の錦帯橋と並び日本三名橋に数えられます。ここは国の重要文化財に指定されています。そして恋愛成就のパワースポットがあるそうなので行ってみます。ハートの形をした石、ハートストーンが中島川護岸にあるらしい。ありました、ここです。恋愛成就のハートの石。また長崎の冬、ランタンフェスティバルの時はこのようににぎわうそうです。素敵。ということでメガネ橋、とってもいいお天気でした。いかがでしたか？パワースポットあるんですね。ハートの石、なんか可愛いでしょ。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あっこばあちゃん元気ですよ。それではどうぞ。この日のおばあちゃんは白菜の種をまいたけど芽が出ないって言って、また巻き直しをしているところでした。早く芽が出るといいね、おばあちゃん。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。